色川美奈香は土浦に生まれた、薬屋さん薬酒商で醤油醸造業を営んだ町人なんですけれども、同時に国学を研究して、55年の人生を終えた人物なんです。この色川美奈香が弟三俊と書き綴った日記、これが31年分もあるんですよ。その日記すべてを刊行することができたんですね。生活をする者としての美奈香の様子が見えてきたので、これを契機に美奈香という人物を多角的に多面的に取り上げようということで展覧会を企画いたしました。20代後半の若い男性が抱えていた家族や商売への悩み、そして国学研究への、羽ばたきという点で見ていただきますと、充実した博物館での時間を過ごせるんじゃないかなと思います。